俺行きますか。はい、これ実はまあ昔僕自分の動画でも一回紹介してるので、まあそれ見て覚えてる方もいるかもしれません。あ、鬼滅2期ね、ちょっと後で行きましょう。鬼滅2期。はいはい、これちょっとシリアスなのでちょっと真面目に行きたいと思います。はい、これなんですが、はい、どういう写真かというと、まあ女性なんですよね。で窓もない真っ暗な屋根裏部屋だそうです、ここ。はい。で、部屋内は排泄物で汚されてて、ベッドに鎖でつながれていると。で、周りには腐った食べ物が散乱し、ネズミが走り回っていた時に撮られた写真ということで、はい。で、こちらがですね、どういう写真かというと、この、女性の名前、まず女性の名前はブランシェ・モニエさんという方らしいです。はい。で、なんとですね、この写真どういうことかというと、このブランシェさんが実の母親に25年間も、自宅の屋根裏部屋で監禁されていたという、はい、そういう写真。はい、ちょっとここはね、ちょっと切り替えていきますが、はい。で、理由なんですけど、まあこのブランシェさんのお母さんがすごい大きく関係してて、でそもそもこのモニエ家、このお家なんですけど貴族の家系ということで、もともと大変裕福だったそうなんですが、このお母さんがですね、まあ、未亡人ということで、まあ、旦那さんを亡くしてたそうなんですよ。はい。で、ということもあって、この娘ですね、写真の方、娘にはどうしてもお金持ちの男と結婚させたいっていう気持ちが強かったらしいんですよ。はい。でそういう状況だったんですけど、娘さんが選んだ男っていうのが、収入が少ない弁護士さんだったらしいんですよね。あ、なんかここもちょっとよく分かんなくて、弁護士さんでも収入少ないとかも、まあ、あるんだという、まあ、それも、まあ、お国とか時代背景とかもあるのかちょっと分かりませんが、まあ母親が望むような、ステータスの男ではなかったそうなんですよ。はい。ということで、どうしても娘にその弁護士と結婚させたくなかった母親が、まあ、息子もいたらしいんですけど、息子と母親が、この娘さん、ブランシェさんを屋根裏部屋に監禁して、窓を塞いで、そしてベッドに鎖で縛り付けていたと。はい。で監禁されたブランシュさんは泣き叫んでいって、まあ、近所からね、やっぱ不穏に思われたらしいんですけど、近所には娘が気が触れてしまったって言い回っていたと。はい。で、食事については、使用人が投げ入れた残飯のみだったと。はい。で、まあいいか、衛生環境な、部屋の衛生環境も悪くて、はい、精神を病んでしまったブランシャさんは、そのまま喋ることもできなくなってしまったと。はい。でその後、お母さんは、ブランシェは死んだということにして、まあ、近所にもそういうふうに伝えたりとかして、で表面上悲しんだふりもしていたと。はい。で、こちらがですね、このブランシャさんの若い頃の写真が、こちららしいですね。この変わりようが本当にすごいですよね。はい。で一応こちらの左が、ブランシェさんで、右が母親、めちゃくちゃ美人ですよね。まあそんな方が、25年間監禁されたことでこのようになってしまったと。はい。そして一応まあ当時の、まあ、25年経って、はい、どうなったかっていうと、まあこれフランスの話なんですけど、そのパリの弁護士事務所、とある弁護士事務所にこのブランシェさんとブランシェさん母親がまあ、監禁してるっていうことを告発する手紙が弁護士事務所に届いたらしくて、でそこから捜査したところ、ブランシェさんが発見されたと。でこれが当時の新聞記事がこれらしいです。はい。一応このなんか挿絵みたいなのも、まあこのような、ひどい状態だったと。はい。っていうことで、はい、ということで、25年経って保護されたブランシェさんなんですけど、その後10年以上、生きたそうなんですが、1910、
13年かな31年か1900何年かに、すいませんちょっとなんか誤字で変な文字になっちゃってるので、まあ10年以上生きたんですけど、その後精神病院で、息を引き取ったと。はい。で母親の方なんですけど、母親はまあ当然逮捕されて、で逮捕されたんですけど、その逮捕から15日後に刑務所の中で亡くなっていると。はい、っていうことのようです。はい。まあこちらはまあ以前も前1、2年前ぐらいに動画にしてるんでですね、まあ知ってる方もいるかと思うんですけど、まあすごい衝撃的な写真ですよね。はい、はい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 。うん、いや悲しい話というか、そうですね、母親のがすごい身勝手な思いでこういう悲劇が生まれてしまったという、はい、ことですね。はい。